どうもみなさん、こんにちは。キょうきょうです。今回ですね、コメント欄にて、タンホール6の,、まあ、その攻め方についても教えてくださいというコメントがありましたので、今回ご紹介していきたいと思います。タンホール6っていうのは、あの、確かた、えー、ヒーラーが作れるようになるんですよね。なので、やはりジャイヒーと呼ばれるものにやっぱ挑戦してみたい方も多いと思うんですけども、やはりジャイヒーは本当に最強です。もうね、本当に。もうジャイヒーの説明版はわからない方のためにしておくと、ジャイヒーというのはジャイアントを 10体ぐらいボンって出すんですよ10体以上その後ろからヒーラーという回復するですね今、まあ、ユニットを置いてもょっともう無敵状態みたいな感じになるんですけどもやはりえー、っとですねえー、ターンホール6で、まあ、こっちがターンホール6だと、まあ、相手の相手にも相手のその配置にもまあ結構影響してくるんですけどもやはり比較的その対空砲が外側にあるところを狙いたいですねなぜかっていうとあのやっぱり 対空砲にヒーラーっていうのはすごい弱いのであのヒーラーレベル1だと、まあ、対空砲まレベルによりますけども、まあ、3発ぐらいでヒーラーが死んでしまうのでそれだけは避けたいですねあとなのでやっぱり対空砲を、えー、外側にあるのを狙っていきたいというのがありますそして、まあ、対空砲真ん中にあるとね基本的にもうそれ攻めない方がいいと思いますそしてですねまあユニットとしては1500体収容できるんですよ確かタウンホール6って なので、ジャイアントを1七十7 18体。まあ、18体ですね、私は。そして、収容量は 18×5 で、まあ、90なので、うん、90使います。そして、ヒーラーは1体につき14使うので、まあ、ヒーラーを1体。まあ、ジャイアント18体、ヒーラー1体。そして、ウォールブレイカーはやはり、えー、っと、まあ、4体ぐらい積みたいですよね。ウォールブレイカーをまあ4体積んで、 いきますそしてまあウォールブレイカーの出し方なんですけれども、えー、ジャイアントを出してからウォールブレイカーを出すようにしてくださいあの最初にウォールブレイカーを4体出してしまうと大砲や、えー、アーチャータワーにもうウォールブレイカー破壊もうね死んでしまうのでもうジャイアントを取りにつしつつ、えー、ウォールブレイカーを出すという感じにしてくださいそしてまあダウンホール6でしたら、まあ、アーチャーが、まあ、アーチャーあとの残り容量38を全部アーチャーにしてもいいと思いますまあ、そこに、まあ、ゴブリン まあ時間が足りないので、やはりジャイヒーっていうのは。なので、えー、まあゴブリンを入れてもいいですね。ゴブリン結構早いので。まあ、やっぱりその、まあ、攻め方としては対空砲がね、先ほども言いましたけど、まあ、比較的まあ外側にあるところを狙いたいですね。そしてジャイアントを出してからウォールブレーカーを出すと。そして、ジャイアント、まあ、その耐久砲が壊れたらヒーラーを出すようにしてください。なので、比較的外側に、ね、あるように。まあ、私の配置だったら、ま、あ ままあまあ私の配置はちょっと、まあ、邪ひを釣る配置にしているので、まあ、有名なんですけれども。んなのでやっていきたいと思います。やっぱ、あのー、対空砲が、攻めるにあたって、対空砲がすごい重要になってくるので、相手の位置が。対空砲がこの真ん中にあったら、もう厳しいので。なんで、まあ、そうですね、あのー、邪ひですね。まあ、今回のね、今回言った配置をもやっていけば、基本的に、まあ、勝てますよ。ターンホール6だわ 6でで結構強くなるのでまず、あ、ターンホール6の方に言っておきたいんですけれどもえクラッシュ・オブ・クランんですよま持、あ、論ですけどもターンホール7からが本当に本当のクラッシュ・オブ・クランが始まると言っても過言ではないほどのターンホール7からがすごい面白くなるのでターンホール6のうちに下積みをきっちりしてほしいですね、まあ、下積みというのはやはり壁のレベルを最大限まで上げてからターンホールを上げることそしてまあ防衛施設もマックスにしてからターンホールを上げることその2つを しっかりしていただければ本当もうクラッシュオブっいうのはすごい楽しくなると思うので。ということで、まあ、今回はえー、っとタウンホール6の、まあ、攻め方というかねまあその編成でした。ご視聴ありがとうございました。